し、我らは消化する。乾杯。乾杯。お前ポラチ。ダイヤ行くまでやめません、やれや。そう、来年なるやん。はい。いや、再来年なる。来年とやつ、再来年。ハンマー取るまで寝れませんして、もう後半全然喋らんといたら、もうボロボロになって顔。そう、寝ろよお前。仕事は明日。え、仕事はないよ。病院はあるけど。何病院って。何を若干心配になるようなこと言ってんの。いや、歯医者。歯医者かい。歯医者ってあれ全然終わらへんやろ、津田さん。あ、なんで？え、そういうシステムやん。あれわざとやろ、あれ絶対。わざとではないと思うけど。教えて、現役歯医者。現役歯医者おる？おるかい。おるかもしれへんやん。中西の配信を現役歯医者が見てるかい。見てるかもしれへんやろ。おったとしても嘘や、そいつは。現役歯医者さん来たやん、津田さん。来るか、お嘘じゃん、そいつ。ほんまやって。証拠見せてみ、言うてみよ、お前。どうやって見せんねん。え、歯の知識言うてみよ。なんで歯医者が1回で済ませてくれないのかっていうのを教えてほしい、マジで。儲かるって、儲けるためや、歯は。それはいらない。しかもさ、歯医者ってたまにさ、めっちゃ綺麗なとこ行ったらさ、めっちゃホワイトニングしようって、なんかプランみたいなの立ててこうへん。中西が歯切るからや。そういうこと。マジ。え、歯切る人に歯ホワイトニング勧めてくるの、あれ。なあ。マジかよ。だから私だけやったんじゃ、勧められてた。そうやね、中西いつもお前も歯黄色いから長いしが困っ。おい、マジ？そういうことやから、もう。ほんまいい加減にしやつださ。津田さんもこの4から8倍つけたけど。アホみたいに。オッケー。歯医者さんめっちゃ説明してくれてる。私の100万みたいな。いやいや、ウィキペディアで調べとんねん、絶対に。違う。言う。あれ。すんだね。中西の配信を歯医者が見るか。見るよ。歯医者だって見てるし、大学の教育実習生が教育実習生同士で会話しててんから、私のコメント欄に。そつけ。俺も医者さん見てる、はい、俺も内科医の人見てくれてるよ。絶対嘘や。ほんまや。内科医と天才ドクター X みたいな人も見てくれてる。ちょっと、じゃあもういいから。ドクター X を見てるよ。私のこのつける歯医者さんはすごいよ。もう親も歯医者言うて。そつけ。皆さんは次の動画もすぐ見るー。